皆さんこんにちは。ピアノ講師の金久保です。東京江東区で大人専門のピアノ教室をやっております。私は少し変わった経歴ではありますが、このチャンネルではそんな私から皆さんに対してピアノの演奏上のアドバイスや実践的な解決策っていうのを提供しています。ぜひチャンネル登録をして最新の動画を見逃さないようにしてください。さて今回の内容なんですけれども、譜読みというテーマでお話をしてみようと思います。皆さん譜読みに関してこんな悩みを持っていませんか？楽譜を見てもなかなか指が動かない、新しい曲に挑戦しようとすると最初の数小節でつまずいてしまう、あるいは速いテンポで弾こうとすると音符に追いつかないといったことなど、皆さん悩みをそれぞれ抱えてるんじゃないかなというふうに思います。こうした譜読みの悩みっていうのは、数をこなさなければならなかったり時間がかかると思っている方も多いかもしれません。実際それはその通りなんですが、でも少しだけその効率を上げていくことは可能なんです。そもそもピアノの譜面というのはバイオリンやフルートと違って2段の譜面を読まなくてはなりません。2段の譜面を読まなければいけないということは、その分読まなければいけない音符の数も多いですから、他の楽器に比べてピアノを弾いている方が譜読みで悩むっていうのはある意味当然なんです。しかしこれからお伝えするたった一つのことを意識するだけで譜読みの速度っていうのは大幅に変わっていきます。今日は皆さんの譜読みの悩みっていうのを一緒に解決していきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで、結論から言ってしまいますが、譜読みが速くなるために大切なことっていうのは音符同士の距離感をつかむっていうことなんです。これがとにかく重要です。2つの音符が横方向にどれくらい離れているか、あるいは縦方向にどれくらい離れているか、これをできる限り早く判断するっていうこと、これが譜読みの速度に直結しているんです。そして譜読みに限らず音楽を学んでいく上でこの音符同士の距離を理解するっていうことは最も基本的で重要的な考え方だったりします。順番に説明していきましょう。音楽の三大要素と言われるものとして、リズム、メロディー、それからハーモニーがあります。リズムは音の長さ、速さ、タイミング、メロディーは音の動き、ハーモニーは音の重なりっていうのを表しています。音楽はこの3つの要素がどのように変化をしていくかっていうことによって表情が出てきます。この変化を理解するためには音符同士の距離がどれくらい離れているのかっていうことを理解することが重要なんです。まず音符同士の高さの違いを理解するためにドという単位を理解しましょう。少しピアノを勉強した方、あるいはもっと勉強した方であれば楽天を勉強した方にとってはちょっと聞いたことがあるような単位かもしれません。度数というのは2つの音がどれくらい離れているのか、縦方向にですね、縦方向にどれくらい離れているのかっていうのを表す単位です。はい、ここに度数の表を書いて持ってきました。度数は1度から順番に数え2度、3度、つまり〇〇度という表記で表されます。1度は2つの音が全く同じ高さで、2度は隣り合った音、3度は1個飛ばしというように順番に数字が大きくなっていくと音符の間隔っていうのが広がっていきます。注意しなければいけないのは1度は2つの音が同じピッチである時を表しているということですね。これをたまに0度だと勘違いしている人がいるんですが、0度という概念はありませんのでご注意ください。こんな感じで度数という概念を理解してもらったところで、今度はピアノの方に移っていきましょう。さてピアノの方に移ってきました。先ほど説明した度数っていうのがピアノの鍵盤の上ではどれくらいの距離感なのかっていうのを見ていきましょう。まずピアノの場合1度は全く同じ音です。厳密に言うと完全1度というのが全く同じ音なんですが、今はそんなに気にしなくていいです。ドの音に対してもう一つの音がドの音にあるという時です。これを完全1度と言います。これは楽譜上でも完全に重なり合っていますよね。そして2度の音は隣の音です。ドの音から見てレの音なんかが2度の音程にある関係ですね。そして3度は1個飛ばし、
ドから見てミの音ですね。で、数字が大きくなっていくと次第に距離が空いていって、ピアノの鍵盤の上でも楽譜の上でも音符の距離っていうのが離れていきます。つまり何が言いたいかというと、楽譜上の音符同士の距離、つまり度数というのは鍵盤同士の距離、これと対応してるっていうことなんです。このことを体で理解するっていうことがとっても重要です。例えば度数の大きい音程ですね。例えばドからミ、高いミの音を拾いたければ手を目いっぱい広げて弾かなければいけませんし、それよりもっと離れたところの音を取りに行きたいと思ったら、肘や肩あるいは全身を使って音を拾いに行かなくてはなりません。この体の使い方をマスターすることで音符の距離感というのがだんだんつかめるようになってきます。これが音符の距離感をつかむということなんです。距離感がつかめていない人っていうのは、音符がそんなに離れていないのに手を大きく開いてしまったりですとか、全身の動きがこうちぐはぐしていてですね、うまく音符を実際の音にするまで時間がかかってしまったりします。音符の音を実際の音にするまで時間がかかるっていうのは、それは譜読みが遅いっていうことです。これが早くできる人っていうのは、正確に音符の距離っていうのを掴んで正確に自分の体の動きに反映させることができるんです。これができる人は音にするのも早いですから、つまり譜読みが早いということになります。お分かりいただけたでしょうか。ここまで話を聞いてもらって、自分音符の距離感あんまりつかめてないなと思った方は、まずは度数の概念を理解してもらった上で、この鍵盤同士の距離感や音符同士の距離感っていうのを意識しながら練習に取り組んでもらえればなと思います。最初は時間がかかるかもしれませんが、徐々に慣れてきて無意識のうちに体が動くようになっていきます。ぜひ普段から鍵盤同士の距離や音符同士の距離っていうのを意識しながら練習をしてみてください。さて、ここまで理解してもらえれば譜読みっていうのはどんどん速くなっていきますが、さらにもう少しだけ譜読みを速くしていく方法っていうのを皆さんに一つだけお伝えしたいなと思います。それは同じ形を見落とさないことです。これはどういうことか、ショパンの子犬のワルツを例にちょっと考えてみましょう。子犬のワルツは非常に有名な作品ですが、右手の素早いパッセージが続く難曲ですよね。この曲の冒頭部分っていうのをちょっと弾いてみましょう。あ、今聞いてもらって分かったように、この曲の冒頭にはソラドシという形がたくさん現れてきます。こういった同じ形が繰り返し出てくる時っていうのは、その繰り返し出てくる音型っていうのを逐一練習して手っ取り早く先に弾けるようになっておくと効果的です。この曲は例としてとっても分かりやすいですが、複雑な曲になればなるほど同じ形っていうのは見つけにくいです。でも注意深く楽譜を見ていると、楽譜上で同じ形が繰り返し出てくるっていうことはよくあることですから、できる限り早めにそういったところには気づいてチェックをしてみましょう。同じ形を見つけたときは楽譜に書き込んでおくのがおすすめです。同じ形が出てきているのに、その箇所ごとに練習をしていては時間がもったいないです。一箇所マスターして他の場所にも応用できた方が練習効率がいいのは明らかですよね。必ず早い段階でそういったことに気づけるようにしておきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の話をまとめると、譜読みの速度を上げるためには音符同士の距離感をつかむっていうことが大事だという話になりました。またこれを理解するためには度数という概念を理解しておくことが重要です。さらに言ってしまうと、このことは実は楽譜を幾何学模様のように観察することが重要なんだというふうにも言うことができます。音符の距離を測るっていうのは三角形の辺の長さを測るような感覚に近いですし、同じ形を探すっていうこともまさに幾何学的な作業ですよね。音符は一つ一つの音を点で捉えるのではなくて、複数の音をまとまりとして見る、面で見る、あるいは線で結んで見るという見方っていうのが結構良かったりします。なので楽譜を読む作業に慣れてきたら、
2つ以上の音符が作っている形っていうのをよく観察してみるといいと思います。もしこの動画を見てそれでも楽譜を読む速度が上がらない、スピードが上がっていかないという方がいらっしゃいましたら、ぜひレッスンを受けるっていうことも検討してみてください。ピアノは実際に弾いてみてその場で先生からフィードバックを受けることでより効率よく上達していくことができるようになります。譜読みに悩んでいる方、あるいは私のレッスンに興味があるよという方は概要欄にある公式 LINE のリンクからお問い合わせください。はい、ということで今日の動画が役に立ったようであればグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それからブログと X もやっています。リンクは概要欄にあります。そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。